ったよりも静かで高級そうなお店だね。それに席が個室で横並びに座るタイプだし、きっとここってカップル用だよね。なんか落ち着いてていい雰囲気。 お兄ちゃんもそう思わない？とりあえず飲み物を決めないとね。お酒のページはって冗談だってもうそんなに怖い顔しないでよ。私はただお兄ちゃんに大人っぽいとこ見せたかっただけなんだから憧れるな。おしゃれなカクテルを注文する綺麗でおしとやかな女の子。ねえ、お兄ちゃんってさ、昔から落ち着いた大人っぽい女の子が好きだよね。お兄ちゃんから見たら私なんてまだまだ子供かな。実際に年齢は4つ離れてるし、私自身も同年代の中では子供っぽいって言われるから。さっきのリコちゃんはとても落ち着いてたでしょ。いつも思うけど本当に大人っぽいよね。背も高くて美人だし、髪もツヤツヤで柔らかいし、羨ましいな。もしお兄ちゃんに彼女ができるとしたら、やっぱりリコちゃんみたいな女の子なのかな。結構好みでしょ。さっきも後ろ姿眺めてたし。自分で言いながら私リコちゃんに嫉妬しちゃってるかも。お兄ちゃんに一番近い存在は妹なんだから、嫉妬なんてする必要ないのにねほらお兄ちゃん、早く注文しちゃおう。私お腹ペコペコだよ。お兄ちゃんもでしょ。もうドリンク決まった？私はこれがいいかな。アサイーってやつ、健康に良さそうじゃない？お料理はどれにしようかな。あ、このカニのパスタ美味しそう。あ、でもグリルステーキも捨てがたい。写真見てるだけでよだれ出ちゃいそう。あれ、このシェフのおすすめってどんなのなんだろう。お店の人に聞いてみようかな。あ、ちょうどいいところにウェイターさんが通りかかった。すいません。ここに書いてあるシェフのおすすめって